そういえばさ、先日、てか昨日か、あの配信でさ、誠逮捕の件について触れたじゃん。まあ雑談でね、雑談の一ネタでさ、誠逮捕されたみたいな話してて、で、まあ俺は誠知ってるからさ、ああだねこうだねって喋ってたんだよね。で、元奥さんに、まあ、手出して捕まったじゃん。そう、まあどれぐらいの暴力かはそれは分からないけど、その元奥さんにしっかりとね被害届出されて捕まるわけだから、愛想もクソもなかったんだろうなっていう話をしたじゃん。そしたらね、こんなこと言われましたよ。そういうところが石川は男尊女卑なんだよみたいな、まあ確かに俺は男尊女卑の考え方ではあるんだけど、普通はその奥さん大丈夫かなっていう質問になると、そういう話になると、まずは殴られたんだから突き飛ばされたわけだから、普通はその奥さん大丈夫かなって話になるのに、誠がどうのこうのって話す時点で男尊女卑なんだみたいな、その元奥さんなんだから話し合いで解決できると思ってる石川紀之は男尊女卑だみたいなことをね言われたんだよね。男尊女卑、あのね、うちは女って言ってんの、普段から女性のことをニョって言ってんの、わかる？カップルをアベックって言ったり、ニョって言ってんの、話遮らないで一旦聞いて。でそうやって言われたんだけど、なんか俺はね、その人はその人の意見だから、まあ意見はいいんだけどさ、俺はね反論したいなと思ってんだよね。それなんでかっていうと、じゃあいいよ、男尊女卑とかどうこうじゃなくて、そもそもその元奥さんのこと何も知らないし、俺誰だかわからないし、誠しか知らないから、誠の話題として触れたのであって、全然知らない女の人のこと心配しないし、いくら突き飛ばされたからといって大丈夫かなとかね。いや、そのね、元奥さんが俺の知り合いだったりとか、俺が仲良くしてる人だったらそれは大丈夫かなって話になるけど、あくまで誠と元奥さんだとしたら、その元奥さんも有名な人か知らんけど、誠しか知らないんだから誠の話題になるわけであって、それで男尊女卑とか言われる筋合いはないけどね。あくまで話のネタとして喋っていて、なんでそういう話になるか分かんないけど、フェミ系の人とかフェミニストみたいな人ってそういう考え方になるんだなと思って、全く相まみれないわと思った。なんでそういう話になるのかなって俺は理解できなかったね。だからもし知ってる人だったりとかしたらもちろん心配はする、でも知らないから、誠しか知らないから、誠のを中心として話題にしただけ、話をしただけだからね。で、こういう人いるんだよ。X とか見たらわかるけど、なんかその、自分の奥さんとか好きな人に手を出す男はクズだとかね。そう、女に手を出す男はクズだっていう男がいるんですよ。でもそれは間違ってないと思う。だけど、手を出すのがクズっていうのは、男が女に手を出そうが、女が男に手を出そうが、男が男に手を出そうが、女が女に手を出そうが、全員クズなんですよ。だけどそんなこと分かりきったことなのに、 X とか人が見えるところで男が女に手を出すのがクズだよねって言って、一部の女から支持をもらおうとする男がめっちゃキモいの。俺はいるじゃん、そういうやつ。当たり前のことを言って、なんか丸々言ってること正しいよとか、女性の気持ち分かるよねみたいな、そう、一部のバカな女からの支持欲しさにか知らないけど、当たり前のことを当たり前にね、その男が女に手を出すのはクズって言うんだよね。それ言う必要ある？そんなこと別に男とか女とか関係なしに、まあ盛り土にやっちゃってる俺が言うのもあれなんだけど、手を出すのは良くないことじゃん。なのにああいう誠が捕まったみたいなニュースがあると、なんか男が女に手を出すのはクズだよなっていうやついるんですよ。それがよく分かんない。でしかもそんなことを言ってるやつに一部の女の人とかが支持するわけだよね。正しいよね、そうだよそうだよみたいな、優しいねとか言うんだよね。え、何それキモいと思う、俺。お前ね、だから俺こんなん、なんか男尊女卑とか言われるあれねえなと思ってさ、何がって思っちゃったよね。同調が広がるパターンね。だからその手を出しちゃいけないっていうことはさ、男も女も関係ないと思ってる、そこに。性別はもう誰もダメでしょっていう話で、それをわざわざなんか男が女に手出すのダメだよねって言って、それで調子乗る女が出てくるかもしれないじゃん。それは嫌なんだよね、なんかね。関係ないでしょっていう。俺は嫁に殴られるクズ。そうなの。それはクズかもしれない。まあ基本的に、生物学的に言えば、
男の方が力が強いから、力が弱いはずであろうメス女性が男に手を出すっていうのはよっぽどかもしれないよね。自分の身を守ろうと思って手を出してるだろうから、男が女性に手を出すのと女性が男に手を出すのって違うと思うんだよね。男は男の方が力が強いと思ってるから弱いものに手を出すっていう意味で女に手を出してるけど、女性が男に手を出すときは自分の身を守るために多分手を出してるんですよ。なのでその手を同じ手を出すっていうことでもその感情が違うんじゃないかなと思ってるんだよね、基本的にはね。まあただあの吉田沙保里ネキみたいな男より強い人いたりするけど、そういうなんか特例は除いて、まああれよ、俺は結婚したことないからイメージなんだけど、夫婦間においてやっぱりさ、その奥さんもさ、真琴をさ突き出すっていうのはさ、多分手出されたの1回ではないと思うんだよな。やはりさ、夫婦間って情があるわけでさ、お互いにさ過ちってきっとあると思うの、別に男だろうが女だろうが。そう、やっぱそういうのをさ、やっぱりさ最初は許し合っていくと思うんだよ。でそういうのが積み重なってもう無理ってなったと思うんだよ。だからその突き飛ばされたのはもう1回なんですかって言ったら、なんか俺はクエスチョンなんだよね。まあ分かんないけどね、溜まるものが溜まってたんじゃないのと思えるけどね。絶対何十回もある。なんか男が女の人にボコボコにやられながら、なんか男がやり返すやつとか流れてくる時ある。バチンとか言って、そうでしょ、何回もあったわけでしょ。で我慢ならなくてっていうことだと思うけどな。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。